で俺現地な気するわ。なんで？流星は流星。怪しい。怪しい。怪しくないやろ。なんでさ、偽ウルフ演じる？それに惑わされたジョー君もまだまだってことなんです。そう。そういうことやな。YouTube の技術気合入ってるね今日。気合入れ入れできましたから、ね、ちょっと YouTube さんにこうやってごまするために今来てんねや。はい正直やね、釣れる時にすっとこう今回はなんと、はい、ローソンさんとのコラボ企画でーす。地元バレるかもしれんけど、うん、駅出て左にローソンあんねん。全国あんねん。ちょっと待ってな、はい、まあ今日 YouTube 出るから YouTube に。あ、YouTube です。え、今日ローソンさんとインフォマーションやから、そのちょっと。ちょっと狙った。今日何しようかなと思った瞬間、あ、これいい。ローソンで好きな商品とかありますか？僕、Lチキです。あ、うん、僕大好きなんですよ。レジ並んでる時にちょっと目に入ると、うん、やっぱり食べたくなる。あれ、ずるずる。わかる。遠くに置いてほしい。おかしい。僕はもう唐揚げくんいただきます。みんなあれ知ってます？唐揚げくんのマーク、たまに入ってるの。え、そう僕当たったことあるんすよ。マジで俺の地元のあの商店街のローソンは何言わない。いや、あるわ。分からへんから。ステイさんどうですか？すいません。名前出しました。研修中なんです。研修中だ。こちら研修中でございます。みんなよく見て。研修中の人そんな出しゃばってこうへん。今回はですね、ローソンさんのうちカフェスイーツを使ってですね、スイーツウルフをやっていきたいと思います。スイーツウルフ。メンバー7人のうち6人には同じスイーツを食べていただきます。ウルフ1人にはですね、違うスイーツを食べていただきます。なるほどね。誰が何を食べたかわからない状態で食リポをしていただきまして、はい、その会話から誰がウルフだったのかを予想していただきたいなと。的中させた方、それぞれに1ポイントが入ります。1ポイント。ウルフは騙せた人数分のポイントが入ります。なるほど。ウルフは何を食べるんですか？ウルフはスイーツ。ウルフはスイーツ食べんのよ。高橋さんがウルフやったら他の6人が食べてるやつじゃないスイーツを食べてもらいます。あ、そうそうそう。全部でね、3回戦行いまして、うん、最終的に一番ポイントが高かった方にはですね、新商品の生ガトーショコラを含む12種類のローソンうちカフェスイーツを差し上げます。すげえ。これあれか、ワードウルフと一緒か。ワードウルフの簡単に言えばスイーツ版です。あー、なるほどね。スイーツウルフや言ったやんさあ、それでは、スイーツウルフを始める前にですね、はい、12種類の、うちカフェスイーツの方をね、紹介していきたいと思います。もち食感ロール。うわぁ、うまそう。生バームクーヘン。大きなツインシュー。ツインシュー。滑らかカスタードのプチシュー。うまそう。プチシュー食べ始めたら止まらんよね。続きまして、滑らかカスタードのプチエクレア。もっちりクレープ生チョコ&チョコチップ。名前でご飯3杯いける。続きまして、生ガトーショコラ。これが新商品ですよね。食べてないからさ、感想わからんやつやん。プレミアムロールケーキ。めちゃくちゃ好きよ、毎回買う。バスチー。こちらですね。大好き、バスチー。ドラモッチ。これな。これも美味しいよな。アンコ&ホイップ。大きなエクレア。ラストがですね、もちぷよでございます。めっちゃ美味しいやん。このね、12種類のうちカフェスイーツの中から何が出てくるのか。今からですね、スイーツが配われてきますので、皆さん目つぶってくださいね。すごい気になる。なんかチョコの匂いする。その言葉も怪しい。目をお開けください。おぉ、わぁ、うまそう。うまそう。いただきます。うまそう。うわぁ、うまぁ。いただきます。最高やな。うめぇ。うまい。幸せってこういうことやな。味の感想的にどうな。え、お味さんどうですか？お味どうですか？僕ですか？それ自分まずいいや。いや、めちゃくちゃ濃厚。まあ、確かに。一個で満足できるぐらいすごい贅沢。うん、そうね。道枝さんどうですか？やっぱり濃厚なんですよね。みんな一緒のことしか言わんやん。どういう食感ですか？口どけがいいです。なんか舌触りがいい。なるほど。はい。老若男女問わず愛される食べ物かなと思う。せやな。うん。それはもう間違いないかも。高橋どうですか？いや、美味しいっすね。うん。
めっちゃ美味しいです。怪しいな、怪しいな。もう金メダルみたいな味です。金メダルみたいな味。ちょっと待って、まあ、味の感想どうなんですか。かっこいいですね。かっこいい。は？何言ってる？どういう時に食べたい？生きてる時に食べたい。生きてる。カフェで黄昏ながら食べたい感じ？え、なんか違うんかい。ちゃうんかよ。せっかく助けてくれたのに。ジョー君は？はい。どうですか？ティータイムの時にこれとまあなんか。コーヒーなり。コーヒー合うな。ブラックコーヒー合うわ。いや、俺紅茶がいいかも。俺も京平は？俺何でも美味しいよ。ちょっと待って。怪しいじゃん。ではここからはですね、うん、はい、ウルフ予想トークで探り合いタイムスタート。ちょっと一つ気になること言っていいですか？大橋さんがさっきスタッフさんに手拭くの貸してくださいって言って、めっちゃ詰めるのか入ったわって言ってたんですよ。拭くやつとかありますね。おんっていう。でもさ、大橋に関しては一発目に味を答えてたから、うん、そう、あの食リポ、あの濃厚、大体濃厚なのよ。一回聞いていい？手使った？高橋どうよ、手使った？手使って食べた。え、なんか使う人も使わない人もいるみたいな感じ。あれで競泳が怪しない？ちゃんとした答え言ってないもん。ケンとなんか男女問わず、そして老若男女どうのこうのって、別になんかこのどのやつでもいけそうなコメントしてた。これはフリーソーダ、同じでした。ローソンさんに売ってる感じの。あれ、これは疑惑浮上してきたよ。あるぞ。何入ってた？僕はカスタード。あーね。あ、まあ入ってたじゃん、入ってたか。まあ、そうそう。ちょっと一個だけ聞いていいですか、うん、はい、ウルフ誰ですか？はい、そうですね。一回目は高橋さんです。言うな。研修中だったんでごめんなさい。終了。研修中だったんでごめんなさい。それではフリップ、いい線にオープン。はい、どうぞ。おーね、おー、お長尾と高橋で分かりましたね。カスタード入ってたっけなっていう。そうなの。パッて見た時に、あの長尾さんがあのずっと俺の顔見てって顔してた。やっちまったみたいな顔してた、ずっと。YouTube さんと研修さんは、はい、高橋。僕はもうほんまにまず恭平が怪しかったし、うん、今までいろんなさ番組だったりさせてもらって、あんなに食リポなんか戸惑うことあるのかと。まあ、そうやね。逆に言ったらケントはカスタードって言ったのは多分すっごい分かる人には分かりますよねっていうパスやと思うね。パスね。って考えるとやっぱ恭平のあのたどたどしい感じはもう怪しすぎたので恭平にしました。自分が食べさせていただいた商品の名前を、せーの、バッチリ厚切り。大橋くんがもう出てきた時にチョコの香りするって言うから、うん、絶対みんなエクレアやと思ってた、うん、チョコって、ね、チョコ入ってなかったけどな。だってバッチリやから、バッチリやから。ちょっと待って、お前さ、ほんまにややこしいって。なんでさ、偽ウルフ演じるん？それに惑わされたジョー君もまだまだってことなんです。そう、全部点数見てみよう。点数、僕たちは、長尾を当てれたので1ポイント、うん、で、そして長尾はですね、ジョー君を騙せたので1ポイントということで、ジョー君以外1ポイントです。ウルフ側になんかお金でももらってんの？ワイロ。あの恭平がほんまにウルフやった時はこれもっと難しなるもん。そうやな、逆にな。いただきましょうか。いいな、はい。うん、まあ、みんな好きちゃう、これみんな好き、うん、俺もう半分いった。俺もうないで。早っ早っ。俺からしたらなんか考えられへんスピードやねんけど、すごいね。ごちそうさまでした。おいしい。なんかうまい。ふわふわしてる、すごい。高橋さんどうですか？え、めっちゃ美味しいです。なんか初恋の味、うん、口溶けがいいっていうやつ。え、そう、なんかすごい口の中入ってふわーって消えて、なんかクッションの上でずっと飛んでるみたい。確かになんかこうふわふわしてるね。待ってたよね、ちょっとこれを。うわ、うん、待ってた、ちょっと食べれるんちゃうかと。みちるさんどうですか？いや、あのね、待ちくたびれてた、ちょっと。俺のやつじゃない、それ。俺のやつ。すぐコピペしましたさあ、それでは、うん、3分間の探り合いタイムをしていきましょう。どうでした？怪しい、怪しい、怪しくないやろ、怪しくないやろ、経験上怪しいですね、チェさん。みんなが言ったような言葉を乱立してたと言いますか、はい、分からんで、これ俺じゃないかもしれん。怪しい、なんでそんな急に怪しなの。リュウチェはどうでした？いや、なんか味の感想よね、うん、あ、なんかこのコンビネーションというか、こうこれとこれやっぱ絶対合うやろみたいな。王道的な。そう、王道よ。え
名前がかっこいいっていうのあ、でもわかるか、あ、それはわかる、男が好きやん、あ、なるほどね、高橋の観点はよくわかった、なるほどねっていう、うん、これ怪しいのは奥さんにやと思う、あ、こっち、うん、あ、でもなんか大悟くんがあの、ね、道枝さんがこうやるときめっちゃ焦ってるときこうやるの、こうやるの、どんな形してた、あ、形聞きたいな、形、顔で表現、顔で表現して、顔で、おおおおおで、俺リュウチェな気するわ、おお、いや、これね、俺にさっきやらして後から乗っかってる気がする、じゃあ他もできるということで3分終了、やばいってだって俺これでさ、あ、えと思って、だから取れないやろっていうのがめっちゃある、え、待って書く、まずそれではフリップ一斉にオープン、はい、ダダン、はい、おお、じゃあまずミチルさんの人、はい、はい、出だしさ、喋り出してさ、もう僕ですよ言うてんのと一緒やん、ちゃう、焦ってたもんね、俺も一番焦ってたのがミチルさんかなと思って、ミチル続いて多いのがリュウセン、はい、リュウセンとハッスンの同理表ですね、なんかこの、はいはいはい、やったやったやったやん我ら、うん、なんか、え、なんか最後のこれ見てなんかなーって言ってたよ、ね、一言言ってたんや、そうそう言ってた言ってた、ハッスンじゃない理由っていうのが、うん、俺はハッスンの好物が来たから、あーなるほどね、だから働くの早かったし、続きましてそっちの二人リュウセン、はい、ですけど、はい、なんでよ信じてくれへんねや、そんなん言われたらもうリュウチェン信じてやるな、これリュウであざとさだしてさ違うって可能性もあるよな、高橋さんはえケントがなんかリュウチェンを疑ってたから俺もそれに乗っかったんかよ、で最後ハスの俺モチプヨ来たらあれやな言ってたからモチプヨちゃんと思って、いやそんな大悟変な墓穴の掘り方、いやでもねあんま大悟くん喋ってないんですよ、当たってる可能性はある、せーの、モチプヨロールケーキ、もちぷよ、マジで、ハッスンがウルフでした、マジか、マジか、俺途中でミッチがふわっとって言ったやん、うん、俺そこであ絶対ちゃうと思って自分、うん、最初の来たって言ったから、あ大橋プレミアムロールケーキ好きやから大橋はちゃうと思って、そう、もう大橋くんややこしいって、ややこしいわ、ミッチもいきなり出しゃばり出したからもうそれもややこしかったいやー混戦でしたね、リュウセイと道枝さんがウルフを当てれたので1ポイント、大橋さんが1,2,3,4 人を騙したので4ポイント加算です、イエーイ、すごい、あ、またジョーク取れてないの、取れてないよ、許さない、ジョーク、あの勝つとなると次ウルフで全員騙せないと無理だよ、それもう無理やん、ウルフにもお前じゃないの、みんな疑うやん、疑うやん、研修の方どうすればいいんですかこういう時って、時間かかんねんなこれいつも直営店の方で3ヶ月研修をしてからやっていただいた方があのより騙せると思います、直営店何教えてるん、それでは皆さん目をお開けください、うわー、うわー、これはうまい、めっちゃええ匂い、素晴らしい、お会いできて光栄でございます、うわーうまそう、あ、すげえ、おいしい、うまい、めちゃくちゃ本格的、あ、うまい、牛乳と食べたい俺は、あ、確かに牛乳合うね、うん、確かにちょっとホットミルクと一緒にさ、冬の時期とか、この名前もめっちゃ好きやな、名前全然やめて、さっき名前で惑わされてるからこっち、さっきもめっちゃ好きやったんですよ、今回もめっちゃ好き、今回も好きね、道枝どうですか、いや、お味はこれね、組み合わせめっちゃいいですよ、組み合わせがいい、組み合わせがいいです、うん、本体も柔らかくて、うん、いいですよこれ、中身とのねマッチ具合が、着るのが楽しい、ジョー君どうですか、いやでもほんまにすごいこういいなってすごい怪しいぞ、それでは3分間の探り合いタイムに参りたいと思います、さっき喋ってなかったのが、うん、いやほんまそうよね、うまい、全然違う、みんなと一緒やった、どんな感じでした、なんかまずこうスプーンをねパッて入れた時はなんかこうまあ表現しますわ、これです、ああ逆にみんなそのどう、牛乳に合うなみたいな話盛り上がってたやん、したらなんか他のもので来んのかなと思ったらホットミルクでもいけるよなっていう絶対合う、いやいや、なんか安易というか、ほんまやほんまや、ホットミルクでも合うよねって、高橋くんはどんな感じやった、食べた感じは幼馴染って感じ、
え、なんか食べていろいろわーってなりました。包まれてた。なんかすごい360度って感じ。360度。そう、360度もう包み込まれて、ほわって感じだった。例えが抽象的すぎる。え、でもなんか包まれてるっていうのはわかるよね。まあ、確かにあったよね。それ、ジョークわかる。なんかすっごい包まれてて、何包まれてた。なんかこれほんまにローソンの、まあ商品開発部にまずお礼を言いたいなと思うぐらいの気持ちがありました。いや、なんでそんなさ、ちょっとさビビってるよな、なんかビビってるよ。ビビってんじゃねえよ。シューマが生クリーム最高。言っちゃった。触り心地どうでした。触り心地はすっごい良かった。なんかほんまに週5回ぐらい触りたいぐらいの。いや、何言ってんの。これで折れちゃうかった時やで。で、こんだけ俺にさせようとしてるウルフが一人はおるって考えて。俺は多分ダイゴやと思うね。俺ほら、もう怪しいな。みんなの反応がよく分かったよ。そのファーストインプレッションがうわーってなる意味が分かるもん。違う、絶対違う。お会いしたかったって言った。食べる前にお会いしたかったって。何そんな、お会いしたかったの。だってダイゴそこまでアホちゃうやん。あの流れでみんなあーどうもーみたいになった時にすぐ多分そっちの路線に変えようって多分思ったと思う。あー、軌道修正。そう。恭平どうやった。めっちゃうまかった。だから本当になんか聞いてもしゃあない。めっちゃ俺聞いてもしゃあないもんな。犬連れてるみたいやった。犬連れてるって待って犬連れてるって意味よ。ちょっと待って、何入ってた。あ、何入ってたやろあれ。なんかほら怪しいよ。何入ってた。なんか白い。え、白いのはどこに。終了。待って、むず。え、待って、誰。いや、でもこれは分かれへん。うわ、ほんまに分からんわこれ。それではフリップ一斉にオープン。じゃん。はいはい。で、まず一番多いのが、あ、西畑。西畑の人。はい、はい、まずじゃあ高橋。あ、ちょっと誰がこう疑われてるのかっていう便乗できなかったんで、うん、なんかあんま喋ってないっていうことで。確かにちょっと喋ってなかったなというか、うんうんうん、やっぱ話振る側にちゃんと回ってたし、ミルク合いそうって時にすぐ便乗してくれたのも、うん、もしかして優しさなのかバレないようになのか。その流星が言った後、しれっと流星の背中に回り込んでたのも怪しかったのよね。なるほどね。これウルフやったらめっちゃうまいと思う。じゃ続きまして多いのがジョー君。1回目、2回目よりも3回目の推理してる時の顔がね、うん、もう必死で瞳孔ゴンって開いてる。なんでかわかる、うん、ゼロポイントやから。僕はまあちょっと、まあ、違う意味かもしれないんですけど、ここでウルフがジョー君じゃないと勝てないっていうスタッフさんの愛を信じたい。なるほどね。愛をね。スタッフさんが愛があってやっぱジョー君を選んでくれてると。流星さ、あのやっぱ牛乳とかそっち系に合う言ってたから、チョコ系なんかなって、まあ3択ぐらいやん、12個のね、うちチョコ系ってどれなんやろうと思って、え、分からんかって流星にした。長岡高橋と、うん、高橋くんに聞いた時に高橋くんちょっと詰まったじゃないですか、うんうん、え、ってなったのがちょっと怪しかったかなって。なるほど、はい、せーの、生ガトーショコラ。え、恭平？大きなエクレア。わー！恭平かよ！おい！何言ってお前かよ！一番負けたくないやつ。なんかややこしくなるから喋んなと思ってたけど、うん、もっと喋れよ！おい！これやと思ったから、うん、なんか1回目と2回目と同じようなアホっぽい感じとか。なるほどね。逆にバレへんねや。長尾当てたということで、長尾1ポイント、5人、騙せたので、高橋5ポイント。うわー！これトータルどうなんの？ということで、1位は、高橋くんだ。ありがとうございます。で、最後の2位が大橋さんの5ポイント、うん、ジョー君は0ポイントです。結局俺ウルフちゃうっていうのも切ないんだ。ガトーショコラ来た瞬間、うわ、俺だけガトーショコラやと思って頑張らなと思ってたら、みんななんかあれ、お、一緒やん、フルフル。優勝した高橋にはですね、はい、新商品の生ガトーショコラを含む12種類のローソンうちカフェスイーツを差し上げます。やだー、すげー。これ俺一人占めってことですか。そうです。そうよ。ありがとうございます。いや、もうめっちゃ羨ましいわ。いいな、俺も食べたいな。もう今この全ての商品、俺の存在を植え付けてます。これもようわからん。何やろ。じゃあ最後にちょっとそこの成長段階の方からね。長いな、おい。
無事高橋さんが優勝されたということで、ローソンの方ではですね、もっとたくさんのねスイーツはもちろんですね、まあ、あと唐揚げくんだったり、あとエルチキだったり、本当にたくさんの商品がありますので、ぜひ皆さん店頭の方に行ってローソンを味わってみてください。よろしくお願いいたします。素晴らしいです。